西岸都寺西岸都寺は、和歌山県東室郡那智勝浦町にある、天台宗の寺院。西国三十三所、第1番札所。三号は、那智山。本尊は、如意林、観音菩薩。本土及び、宝鏡院島は、重要文化財。ユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と三家道の一部。本尊神言、御馬だらンド名運を栄下。 ふだらくや騎しうつははさんくののなちのお山に響く、滝きつせくまのさんんの信仰が、との皇族、貴族に広まったのは、平安時代中期以降であり、西岸都市および隣接する熊野のなち大社についても、創建の時期等については判然としない。伝承では、仁徳天皇の時代、天竺から虎来した裸形商人による回帰とされ、道場人がなち滝の滝きつぼで得た金星の女遺輪。 観音菩薩を本尊として安置したという。後に、水古天皇の直眼寺となり、六世紀末から七世紀初に、生き仏ひじりがガランを建立し、上陸の本尊を安置して、その体内に、裸形商人監督の如意輪、観音菩薩を治め、如意輪堂を建立したという。以上はあくまでも伝承であるが、夏滝を中心とする。 自然信仰の場として早くから明けていたと思われる。中世から近世にかけて隣接する熊野の智大社と一体化し、那智山熊野権現や那智権現と呼ばれ、全体で7時36房の帽車を有する、神仏集合の主源道場であった。如意林道と称されたその道者は、那智執行に代表される鮭や、那智一山の造営、修造を担う本願などの拠点であった。 花山法王が3年間参朗し、当時を第一番として、西国三十三所観音を巡礼した。同社は、織田信長の陛下にかかった後、天正十八年、豊臣秀吉によって再建された。明治時代になり神仏集合が廃されると、熊野三山の他の二つ、熊野本宮大社、熊野早玉大社では、仏道はすべて廃されたが、熊野那智大社では、 女遺林堂は有名な西国十三所の第一番札所であったため、ひとまず破却はせずにしておいた。ただ、仏像や仏具は札楽山寺などに移され、空洞とされた。しかし、1874年に古くからの信者らによって、熊野那智大社から天台宗の寺院として独立し、新たに西岸都寺と名付けられて復興した。次号は豊臣秀吉が、 大ころの母台を弔うために建てた高野山の西岸寺に由来すると言われる。本堂側面三門三重塔と那智滝に報道、首老村松院法教院塔山道入り口より、本堂の段まで473段の石段があり、所要約20分弱。熊野那智大社の一の鳥居との分岐を右へ進むと、当時に至る。 これより下る以上8点は1937年5月25日、一括して重要文化財に指定された。京塚出土品は1918年に出土したもので、出土品の一部は熊野那智大社及び東京国立博物館の所蔵となっている。近藤薄肉大日如来座像以下の5点は、今後会立体曼荼羅の一部を成していたもので、平安時代後期の作品。 同時に出土した、混合会、マンダラ諸村像のうち、無量樹如来座像、宝パラミツ座像、勝間パラミツ座像、金剛パラミツ座像は、様々な経緯で所蔵先が別になり、東京国立博物館像となっている。ユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と山景道の資産、西岸土寺は、以下3県の文化財を含む、ありがとうございます。